今日はつららちゃん用のケーキを準備しておりますので、ケーキの方をね、つららちゃんに開けていきたいと思うんですが、はい、つららちゃんが食べているお魚をね、ちょっと飾り付けまして、はい、ね、今、お姉さんが持って回っておりますが、はい、おりますが、はい、頑張ってきれいに盛り付けていただきました。さあ、どういうことですか。15歳のね、お誕生日ケーキ食べてもらいたいと思います。美味しそうやね。はいはいはい、食べてもらいたい。盛り付けてるのはね、鮭とホッケ、あとはニシンの仲間のお魚を普段食べて、まあ、食べてるお魚を普段もね、あげるんですけども、はい、あんまり見慣れないで若干警戒気味かもしれませんが、見つけましたね。あ、はいはいはい、あ、大丈夫で、これは魚、これも魚、はい、食べてもいいよ。あ、いや、待ってすごいや、普段見たことないからすごいなんか。すごいや。いいよか。大人が多いよ。あ、どこどこどこ。あ、すごいすごい。なんかファンサービスしますから、やめてください、やめてください。おひげ押し付けないわ。大人が多いよ。魚やん。お魚、はい、お魚一緒のものですからね。一緒のものです。はい。食べれる。たぶんなんか自分のご飯だと分かってないかもな、そうですよね。食べてみる。え、これが欲しいの。はい、食べれるよ。じゃあ取ってあげようか。はい、じゃあ手からは食べますよね。はい、はい、どうぞ。時間かからなかった。ちょっとね、期待していた反応とは違うんですけども、僕も食べてくれるかな。はい、食べてるのはお魚ですね。さっきも言いましたけど、はい、オレンジ色の鮭、はい、一緒や。白っぽいのがホッケー。一緒やね。はい、僕はなんかあんまりお気に召さない感じがしてますけど、はい、はい、じゃあどうぞここに置くよ。はい、あ、食べた、あ、食べた、あ、